アポロ SA-4 はアメリカ合衆国のアポロ計画において4度目に発射されたサターン I 型ロケットである。アポロ SA-1 から続いた第一弾ロケットの試験飛行はこれで完了した。SA-4 はサターン i 一弾目ロケットの最後の試験飛行であった。今回の最も重要な目的はエンジンの一機を発射から約100秒後に停止するというものであった。 実験がうまくいけば、本来はカットされたエンジンが使用するはずだった燃料が残りのエンジンに振り分けられ燃焼時間を長くすることによってロケットは正しい軌道に復帰する。この技術は後のアポロ6号やアポロ13号でも大いに役立てられた。また今回も2段目にはダミーが搭載された。年月日 s a は 予定通り発射から100秒後に第5エンジンを停止した。燃料は残りのエンジンに適切に供給され、ロケットは正しい軌道に乗った。第5エンジンは冷却システムが作動しなくなることで、他のエンジンの熱によって破壊されるのではないかと予想されたが、そのようなことはなかった。この実験はクラスター方式のロケットを開発するための重要な検証となるものであった。 ロケットは高度 129km まで達し、最高速度は時速 5906km であった。また燃焼終了後に今後のロケット切り離しの技術で必要になってくる逆推進ロケットを噴射した。SA-4 は1段目と2段目が切り離せる構造にはなっていなかったため、 逆噴射は特に必要な工程ではなかったが、正常に作動することが確認された。34番発射台以上の SA-4。ありがとうございます。